どうも、谷繁ベースボールチャンネル。今日ですね、まあゲストですよ。ゲストお客さんかな、和田和弘さんです。お願いします。じゃあ俺ね、和田和弘さんっていうのまずないじゃん。初めて聞いた。でしょ気持ち悪いな。でしょ気持ち悪いでしょ。だからもうこの中ではベンちゃんでいきたいんだよね。だからまあ今日はベンちゃん、しげちゃんで、しげ、はい、さんでね、はい、やっとですよ。まあやっとっていうか、ベンちゃんまあいつでも来てくれるから来てくれるだろうっていうところで、うん、まあいよいよの時に考えてたんだけど、まあ来年からね、まあ中日ドラゴンズのバッティングコーチとして、まあ、入閣決まってますし、まず俺はね、やっぱベンちゃんとの出会いからこうずっと話していきたい。ああいいですね。俺は明確に覚えてますよ。え、ちょっと、いやいや、まあ要するにプロ野球で、うん、まあまあ同世代だけど、うん、18から入って、うん、もう結構早く出てたじゃないですか、まあね、うん、僕はでアマチュア長くて、うん、全然入ってなかったから、うん、多分タイムラグが10年ぐらいあるんですよね、うん、まあプロ野球ですげえ長くやってる感じ、はい、イメージで入ってるわけじゃないですか、はいはいはい、そのイメージがあって、うん、やっぱちょっと若干遠かったんですよね、うん、存在がね。ちなみにベンちゃん何歳で入ったんだっけ。25になる年です、うん、に入ったんだ、うん、だから24歳で入って、はいはいはい、2ヶ月ぐらいして25歳。そうです。あ、そういうことね。で初めて俺はちゃんと喋ったっていうか、うん、ああこんにちはって言ってったのは、うん、ハワイじゃないですか。え、違うの。いや俺は違うっけ。ベンちゃんを初めてこう球場でそう意識したっていうか、日本シリーズなのよ。98年の日本シリーズ出た、はい、ちなみに出てるよ、ね、出たあれどこで出た。2戦目だ。2戦目ぐらい、うん、ね、野村弘樹さん、うん、そうそう、の時のレフトでスタメン出てて、うん、であとは新谷さんが大炎上した時に、その後途中からキャッチャーでかぶった。じゃあ、記録作られた時キャッチャーかぶった。キャッチャーそうですよ。だからね、あの時何点取れたんですか。10、そう、すごかったんだよあの時ね。もう打たれてどうしようもないじゃないですか。ベンチ見たらもう大量失点してるから知らんか俺ゴール変えないよみたいな。いやすごかったよねあの時は、ね、いやすごい打線だった。じゃああの時にベンちゃんを俺は多分ねほぼ初めて知ったような感じだったんだよ。だから僕は谷繁元信って人間は知ってましたけど、うん、要するにそこで喋るとかっていう、まあね、それはないじゃないですか。だから球場で喋ったことなかったんですよ、うんうん、まあその後キャッチャーからベンちゃんが、はい、まあ、外野手になったじゃん。そうですそうです。あれは何歳の時だっけ。37歳に外野転向。そうです。だから29から30歳の、そうですね、うん、じゃあ俺がドラゴンズへ行った年ぐらいからだね。あ、そうですか。2002年。そうなんだよ。ちなみにベンちゃんあれでしょ、高校キャッチャーだから。高校キャッチャー。じゃあ俺の存在知ってたの。知ってた知ってた。いや、キャッチャーっていうよりは県大会で5本ホームラン打ったっていうのね。7本。あ、な、7本。5本は清原さんか、甲子園で5本。5試合で7本。5試合で7本ってあった。そうそう、その記録を持ってる。まだ記録ですよ。あるあるある。そうそう、それで谷繁元信知ってました。あ、そっからベンちゃんとオリンピックの予選で、はい、一緒になったね。そうそう、2004年初めて同じユニフォーム着たのは。そうだよ、ね、2003年でしょ。2003年の秋。秋。そう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 、そこなんだよ。そっからちょっと話すようになったり。そうですね、うん、だからそれでもちょこっとですよね。そうで、2004年の日本シリーズだよ、はい、2004年のドラゴンズ対西武の日本シリーズで、はい、そうですそうです。レフトで、はいはいはい、もうあの時にベンチャーのバッティングを俺はもうたまげたんだよ。まさかあれをホームランされると思わなかったね、うんうんうん、あれどうなの自分で。あれ詰まりでしょ。あれだいぶ詰まったっす。でしょ。だいぶ詰まりました。本当ね、正味ね、ちょっとボール気味なんだよ、インサイドシュートで。その前の僕、日本シリーズで、うん、タコってたんですよ、うん、16タコかなんか食らって、うん、もうどうしようもない状態の日本シリーズで、2002年が、で2003、2004だったので、もう余裕なかったんですよ、自分自身で、うん、で、1打席目の初球、アウトコースのまっすぐ、多分ライトのフェンチョクかなんか、うん、三塁打かなんかあったんですよ。何にも考えてないから、まっすぐしか回ってないわけですよ。わかります？考えてくれよ。そうそうそう。インコース寄りにストレート来たと思って言ったら、シュートだったんですけど、うん、当時は詰まるのが全く怖くなかったんですね。あ、要するにもう詰まって当たり前っていう感覚があったから、うんうん、真空とやっぱ切れるんで、ファールになるんで、うん、もう詰まっていい感覚で打ってました。そうしたら変化球したのにな。いや、で、その後に
変化球攻めされて右のスライダーが全く打てなかったでしょ。よく覚えてるね。そうそうそう、俺ねドラゴンズの時もこれねもう一回これあのこの調べ直さなきゃいけないっつって、俺一人でさ、はい、全部調べ直したの、各バッターのもう俺のその結論的には、はい、右のスライダー持ってるピッチャーはもう、はい、打たれるまでスライダー攻めしようしてやろうと思った。それがもうバチ当たりしたの。だから途中から打たれなくなったの。あの当時は山井、うん、岡本、そうあの2人のスライダーとかすっごい嫌 で、うん、でスライダー投げるなよと思ってスライダーばっかりで第あれ7戦まで行ったんだっけ。6戦第7戦まで行ってる、行ってるよね、行ってます。で最後スライダーピッチャーがいなかったの。あだから第6戦は山本さん左だったんで左のスライダーはいくらでも打てるんですよ要するに左ピッチャーの、うん、僕は基本的にスライダーもシュートもチェンジアップも嫌なボールが全くないんですよ。あ 左ピッチャーは軌道的に、はいはいはい、ただ僕右ピッチャーのスライダーがすごい苦手で、うん、上から入る系統の軌道じゃないですか、うんうんうん、拾えないんだよね。拾いにくい軌道なんで、だからアウトローに行くと接点がすごい少ないんですよ、うんうん、だからストレートに遅れるバッターで結構スライダー合わないですか。僕はまっすぐ系が好きなんで、うん、やっぱ合わないんですよね。だからまあ途中でもう分かってたけどそれでも打てないってそうそうそうです。で、本当に話すようになったのが2006年で WBC で、あ WBC でね、そう、うん、あの時にまあお互い控えだったじゃん。そうです、雑草雑草そうそう、お互い控えで、まあ、いつもな喋ってお互いに投げ合いっこしながら打ってて、でそっからの交流戦が始まったんだよ。でベンちゃんに、あ、はいはいはい、絶不調で交流戦に突入した時にベンちゃんちょっと球種教えるから打てよっつって教えたんだよな。そうでも打てなかった、うん、打てないよまっすぐ。そうでもあの時は、最終的には3割持ってたんですよ。あの年に首位打者取ったんですよ。そうだよな。そうです、あの年に3割2分2厘打ったんです。すごいよね。7月7、8、9、3ヶ月で一気にな、はい、で、2006年の WBC 終わって、何年にドラゴンズ来たんだっけ。2008年からです。8年から、はい、から、まあ、そっからねチームメートになって、そうまあね常に共にするようになってきたけど、 そ、 でそのさ来た年のキャンプの前日のゴルフコンペ、 あそこだよね。あ、そうそうそう、あれ前日に来たんでしょ。あれ前日です。でしょ、そのコンペに合わせて来たんです。そうだよね、はい、だから前のその前乗りして練習するとかしてない。してない。あの当時みんな合同でキャンプしてましたもんね。でも俺も行ってなかったから。あ、行ってなかったです。今の立浪監督、はい、で俺、はい、レンちゃん、はい、でもう一人誰。ノリ。まあノリこの4人で、はい、あの組み合わせ言われた時嘘でしょと思った。いやもうマジかよそこのね、ゴルフ場ね、1番ホール左ドッグちょっと第一打言ってよいやいや、まあ久々に緊張したっすねゴルフで緊張することあんまなかったですけどちょっと。で大体ドラゴンズのユニフォームも着てないのに。そうだね。いきなり、要するにみんな全員もうゴルフ場なんか全部ドラゴンズの関係者だから、うんうん、やっぱ若干緊張してるわけですよ、はいはいはい、初だし。そうだね、挨拶もそこでよろしくお願いしますみたいな感じじゃないですか、うん、で、まあ、まあまあギャラリーもいたしね、選手も。そうそうそう、裏方もね、そう、うん、結構ね、立浪さん、谷繁さんだから上でしょ、うん、でだから緊張してる、緊張、久々に緊張しました、うん、ドライバー構えて打ったらいきなりとっても上のこのフェースの上に傷がつくぐらいの天ぷらででね、まあまあゴルフには自信があったんですよ、うん、そうだよね。そうそうそう、ただその時ね、もういくつで10ぐらい打ってたね、10ミドルで10打って終わってみたら100ぐらい打ったっていう。俺らとの出会いがまずあのドテンプラっていう。ドテンプラスタートですね、うん、まあ、あれでちょっとなんかこうもう入ったなっていう感じだったよね、場に。なんとなくねドラゴンズの仲間になったなみたいな。そうそう、まあ、そっからの、まあ、ずっとね、引退まで一緒にやったんだけど、まあ、いやただ、うん、まずびっくりしたのが初日の練習が午前中守備、昼からバッティングみたいな、うん、キャッチボールペッパーするじゃないですか、うん、でまあベーラン、うん、でいきなり午前中ノックだったのが、うん、あのフライのノックが、要するに外野手は外野でフライじゃないですか、あれで1時間ぐらい取らされてたんですよ、うん、なんでこんな長いのみたいな
要するにだから内野でシートノック1時間シートノックがね個別ノック1時間ぐらいやってるじゃないですか、まあね、首が痛くなってきてこれいつまでこれの練習すんのみたいな。とにかく長い、まあね、ノックで長かったね。長かったですね。基本練習ね。基本練習がめちゃめちゃ長かったです。だってどんだけやるのかなって。まあ確かまあベンちゃんもさドラゴンズ来た時もう36の年ですよ。6の年でしょ。もうベテランじゃん。もう超ベテランです。だよね、はい、ということは、まあ、西武にいた頃はさ、はい、もうある程度ベテランのメニューで、もうどうぞでだよね、はい、そっからの、まあ、その練習だからさ、はい、やっぱり長く感じるよね。きつかったですね。まあ、俺らがもうそれ2004年からやってたから当たり前だったでしょ。そう当たり前だったの。あ2004年か。ああそういう練習がね。そうノックやって死ぬほど打たされてで終わってランニングメニュー忖度なしっていうねベテランだからラクルトとか全くなし。まあねベンチャーより上がいたから ね、いたそうこれマジかみたいなね。そうまあだけどあれでちょっとサビが取れたっていうね。いやいやそうなんだよ ね結局ね、はい、うん、やっぱり人間楽をし始めるとねどうしても衰えていくのが早くなるよね。いや本当そう思いました、うん、あれでこう走らされて、うん、やりたくのもない練習をさせられて、まあね、だけどあれやったら逆に今度あもっとやんなきゃなって逆になるんですね。なるんだよ不思議と。そうなんだよね。だからなんか不思議なんだよね。不思議な感覚できるんですよね。だからそうできるやったらでこうやって俺ら経験して、うん、経験したから、うん、あれやっててよかったなって言えるんだよ。そう終わったら、ね、終わったらね。そうあの時はきついなとかさ、はい、まずそういうのがまず最初に来て、うんうん、だから俺らって多分まあ、解説ねやってた時って、うんうん、まあ、そういうこともなんか言っちゃうし。あそうでしょ。そうですそうです。だ経験してるからこそ言えることっていうのがあるからさ。そうベンちゃんでも体力あんだよ足も速いしこう見えて足速いんだよめっちゃ。そうもう常にもう一塁まで全力疾走するしもうあれ大したもんだなと思ったよ俺。でもよく競争してましたねいろんなことでねキャンプ時ね年がいもなく40にもなってね何秒だっつってね。いやいやだからね。そうそう近い年代が俺らいたからちょっとそれはちょっと良かったと思うでしょ。それはちょっと僕は運が良かったと思うでしょ。だから俺とかもやっぱりやってたじゃん練習、うん、そうそうそう。それはねすごい感じました、うん、やっぱ同年代にまあライバルじゃないけどそうなんだ、ね、こう競争する人間がいると、うん、楽しくできるというか、ね、そうあれを一人でやれって言ったら結構、ね、なかなかきついと思うんだよ。きつい俺らもさ、長生きできたと思うし、うん、やっぱり刺激になってね、うん、はい、それは思います。あとね、まあ、いつもベンちゃんとはベンチでさ、はい、もうほぼ横でいつもね あじゃないこうじゃないって言いながら打ち取られてきたら、うんうん、ガーッやられたとかね。そういろいろ言いながらやってて俺はねいつもベンちゃんの打席を見るのもめっちゃ面白かったんだよね。もうよくあんなフルスイングできるね。本当ですね。体痛まれてる。ロッカーも隣だったんだ。もうある年から試合前とかさ練習来るともうなんか腰が痛いとかさなんかブツブツブツと言いながらケアしてもらって練習して試合に入ると全部フルスイングしてさ。ロッカー帰ってくるやカーとかさそう本当体痛かったですね。なあ痛かった。俺本当ベンチで笑ってたもんベンチャーのフルスイング見て。あの空振りした後の、まあ、ひっくり返るひっくり返るよ。そう軸足がね振りすぎてねずれるんですよ耐えられなくてね足がちょっとあの時は恥ずかしいなと思う。あれを見てさ俺いつも笑ってたんだよ。ベンチャーもう夏とかさ、はい、汗だらだらかみたいな。汗結構かくよね。かくすごい出ます。すごい出るよね。痩せるんですよだから夏、はい、で打席の中で3スイングぐらいして、まあ、粘ったりしてたらもうドルドル汗かいてくるんだよ。でヘルメット脱いで理想あんのにいつもこうやって汗拭いてね垂れてくるから汗が。もうあの俺しぐさを見てて俺一人でベンチでいつも笑ってたんだよ下向いて。いやいや見ると笑ってたもんねそうそうこっち真剣にやってるのにいつも笑ってる。立花さん笑ってましたね。おかしかった本当立花さんもっと俺でさ笑ってたね。笑うっていうかすげえなすげえなっていう思いもやっぱ強かったんだよね。だけど俺はねレフトじゃないですか、うん、で大体しげさんがもうこうやってこう投げてこのボール使うなっていうのが結構大体見ながら分かってたし、それを見ながらね野球やってるのが結構楽しかったです。あこれ行くな大体勝負どころの前とか、
大事な試合になった時ほど逆に当たる。あ、適当にやらないと。いや、まあ別にどうでもいい試合の時は結構ノーマルにいってるなとかね。結構これポイントのバッターの時は、まあね、こう言ってこう言ってんなとかね、大体見てて分かりますよ。ベンチャーね、当たる。ベンちゃんってやっぱキャッチャーやってたから、そういうところも見ながらちょっとずつポジショニング変えてくれてたんだ、勝手に。だからもう、まあ、そこはもう任せて、そう、いてもいいレフトだったから。そうだからね、取ってからも早いし、で送球もね、本当取りやすいボール投げるよね、あの回転のね、球が遅かったからシュー、球遅い分で打球の半分ぐらいのスピードしかないけどそうそう、ベンチャーの打球ですごかったなって俺記憶してるのは、甲子園のホームランでしょ。あ、ま、はいはい、バックスクリーンの、はいはい、あれ9時だっけ、9時からね、はい、あれと、あとラミレスが前に出てきて、あ、万歳したさよなら、はいはい、クライマックスのね、名古屋ドームで、セカンドステージの時ですね。あの打球もすごかったよね、はい、であとは東京ドームでしょっちゅう打つ内海と、はいはい、久森から打つホームラン、はい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 、左ピッチャーはねもう得意だったでしょ。好きだったですね、本当なんか好きだったです。ただあの時は、うん、元気が良かったんで、うん、逆にやっぱ練習いっぱいドラゴンズでして体がやっぱ元気になったんですよ、うんうん、でドラゴンズ来てからちょっと半インチ伸ばしたんですよ、バットの長さを、重さと長、ちょっと長くしたんですよ、うんうん、だからそれが扱えたんで打球が強くなったんですよね、はいはい、長い分だけ、まあ、だからゴルフでいくとちょっと若干長尺の方が、まあね、飛んでいく、うまいこと使えれば飛ぶっていう、ね、はい、っていうイメージです。だからバット長くできたんで、だから飛ぶようになったんですよね。そうなんだ。だからベンチャーのバットなんか俺絶対使えなかったもん。張り手たまに練習したけど、はいはい、全然使えない。もう俺にはその技術がなかった。いや、まあ、技術 か、まあ、体の使い方とかあれですよね。いや、本当にすごいんだよ。ケツとかめっちゃでかいもん。ドラゴンズ来た時マジで、なんだこのケツはって言うよ。プルンプルンって。で、太ももも太いし、でもその割には体、上半身はちょっとね、細い、薄い。ペラペラだから。だからペラペラなんだけど背筋は強いんだ、うん、でもウエイトとかしてた、あ、かなりした時あったんでしょ。一時期やったんですけど、うん、もうだから試合にどんどん出だしたら、うん、やっぱできなくなったっていうか、うん、やっぱ体力なかったですね、うん、ウエイト。だけど結構その前の段階では結構やりましたよ、うん、はい、だってやらないとあのケツとかできないって。そうそう、だから結構もう元は細いんで、うん、結構作り物の体だったんですけど、うん、背筋マックスいくついったんだっけ。俺噂で聞いたんだけど、はい、あれ振り切ったんでしょ。あれそう、あのいや振り切るやつになかなかいねえから。あとはあ計測器、西武にあった計測器なんですけど、エアが入ってガッとこうやってやったり、でそれで数値、このコンピューターの数値がガッとこうやってやるじゃないですか。 あれが後ろが壊れたっていうか、ガッゴゴゴゴ壊れたみたいななかなかいないから。そう、うん、だから300キロを振り切って。だよね。そうです、すごいよ。300キロってなかなかないから。そう、俺多分ね200いってないんじゃないかなっていうから、俺背筋 あんまり強くないんだよ背筋。そう、背筋だけは強かった。そうだからやっぱりね、あのケツと腿とやっぱ背筋だよあの打球を飛ばす、飛ばす、いや絶対そうだよ。 あと手首も強いよね。強くない？握力強いでしょ。握力強かったです。でしょ、握力強かった。握力いくつだったマックス。70ぐらいあった。右が75あった強い時は。で左が65。あ、そう、はい、で10キロの差ありましたけどね。左が全然、だから左利きがね、うん、感覚全くないんですよ。え、あのバッティングで左手全然感覚ないです。押す感じなの。押す感じです、まあ、俺もどちらかというと右の方が強いから。押す感じでしょ。俺はもう右ですか。右、あ、こうでシグさんの使い方とちょっと独特なんですけど、うん、結構こう押すんですよね。そう、俺ここで押すんです。僕はこうなる。僕はこう、あ、そうそう、こういくんですよね。そう、こういう押し方、うん、僕はこういう押し方。そう、できない。こういう押し方するんです。こういうちょっと猫パンチじゃないけど、こういう、まあ、猫パンチ俺でしょ。あ、こっちか。そうだ、こっちが猫パンチ。こうでしょ。だからこの癖がさ、やっぱゴルフに出るのよ。分かる。これダメなの。ダメでしょ、ゴルフ。これこうでしょ。ああ、こうか。だからベンチャーいいんだよ、こう。いやいや、だからこうなりすぎると、このシャンクするってすぐシャンクする。そう、だから、まあ、こういう使い方もね、やっぱベンチャーと俺は全然違う。ゴルフでもこういう使い方しちゃうんだ。
そう、若干こうこのが力入るんですか。そう、こっちの方が力入る。あ、こうね。こうはなんかもう こっちが出ちゃう。ああ、こうね。そう。あ、やっぱ、いや、やっぱ本当人それぞれの体の使い方ですよね。はい、本当に。で、ベンちゃんと、優勝を2回経験できて、はい、で、そのあたりはちょっと、まあ、いずれ話するにしよっか。これ今見てる人って、うん、まあ、詳しいこと聞きたいと思うんだけど、思ってると思うんだけど、まだね、そうですね、なかなかちょっと、はい、もっと時間が経たないとまだあれかな、ね、我々ももうちょっと年取ってね。あ、そうですね、こんなことがあったなっていう、あったなっていう思い出話として、はい、辛かったですね、いろいろそうそう、順風満帆じゃないですよね。まあその辺はね、はい、まあおいおいです、お互いね、はい、うん、そうですね。そう、そっから、引退が、俺と一緒だよ。一緒一緒、2015年です。だよね、もう7年だったっすね。早いっすね。早いね、もう7年だよ。まあその時俺はプレイングマネージャー、あ、そうっす、2年目だ。え、マジですか。プレイングマネージャー2年目だよ、辞めた年だから。だから次から、あ、本当ですか。次の年から専任になるっていうところ。じゃあ俺2年やってんだ。そう、2年やってる。まあちょっと怪我もあったしね、ちょっとね。ああ、そうか、ベンちゃん。ああ、そうですね。あれ膝か？怪我。膝は、ね、手術したんですけど、ね、2014年に。だよね。まあできればもう 1,2 年っていうところだったんだけど、うん、まあいろいろな事情があり、あって引退せざるを得ないちょっと状況になった。だってそうです。まあ俺も同じ年に、まあ俺はもうね、鼻からその年でももう辞めるって言ってますよね。言ってたから。もういいって言ってますもんね。え、結局何本打ったの？2050ですね。あ、俺の方が多いんだ。ちょっとそうです、2000。あ、でもさ、100、俺の最年長記録抜かしたでしょ。抜かしたんじゃないですよ抜かしたくないんですよ。俺はあれは最年長、2000本安打の最年長記録が俺だったんだよ、はい、そうそうそう、そうだよね、達成時の。さすがに抜かれないだろうなと思ったけど、抜きたくなかったです。それもデッドボール当たったからずれたんですよ。だよね、そうか、8月の6日にデッドボール当たったんですよ。ああ、だからその時にあと15本だったんですね。ああ、だから8月中には行くっていう計算で行ってて、そうだよね、そしたらデッドボールで半年ずれたんですよ。だよね、そう、それで多分抜かしちゃったんです。抜いたんだよ。いや、俺は俺で、まあ、やっぱり記録として残るんじゃないか。ああ、なるほどなるほど。ああ、最年長記録っていう、ね、それが2番目になったっていうね。ああ、まあいいじゃないですか。まあね、一番大事なのが1個ぐらいあるから、1個ぐらい、まあ、譲ってもいいかな。いや、もうないでしょ。やっぱ3000試合でないでしょ。可能性があるとしたら、ハヤト、今ハヤトが2000試合超えてるのよ。2000いくつですか、ハヤト今。2000ちょっと、2300、いやいや、今1985試合。え、2000出てない。2000いってないの。2000いってないです。あ、そっか。いや、ない、ハヤトでない、ないですよ。30?32?3?33の年か、来年34。ああ、ちょっときつい。いや、あと1000でしょ、うん。まあ、これはね、可能性があるとしたら、まあ、ポジションをどっか違うポジションをやって、はいはいはい、うん、だったら可能性ある、ね。あ、ショートはね、ショートはちょっときついと思うから。ちょっときついですね。俺思うんですけど、ショートかキャッチャーかどっちか激務ですかね。まあ、どっちかじゃないですか、絶対に。試合になるとさ、まあ、結局守備範囲ってキャッチャー狭いじゃん。まあ、狭いけども、でも一球一球の動きって、まあ内野ゴロ行ったら バックアップしなきゃカバーリングしなきゃいけない。でもキャンプの時の仕事量からすると絶対キャッチャーの方が多いね。多いね。多いんだ。多い。じゃあシーズン中に、まあ、いや、だけどやることも多いの、キャッチャーが多いですね。かもしれないね。多い。時間で言うとやっぱキャッチャーの方が確かに費やす時間多いね。え、キャッチャーとレフトってどっちがきついレフトなきゃないでしょ。まあでもさ、外野手も、まあ、毎イニング走って帰ってこなきゃいけないわけじゃん、うんうん、あれはどうなの。あれは結構きついです、まあ、きついよね。きつい。サードがホームのグラウンドが結構あるでしょ。三塁側がホームのグラウンドが、だ、日本ハムとか西武とか、まあ、パ・リーグで言ったら普通レフトってビジター近いんですよ。そうだね。なのにビジターなのにまだレフト遠いっていうね、もうマジかみたいな。レフト、そこは最悪ですけど。そうだよね。そう、キャッチャーってキャンプの時、さっきキャンプの話出たじゃないですか、うん、今はもう室内とか練習ちゃんとした室内があるから、キャンプの時雨降っても大体全体一緒に行くじゃないですか、うん、はいはい、僕らの時って時間差ね、
時差あったでしょ。時差あったよ。午前中バッテリー。そう、先に行って。先に行って。昼から野手も。両方じゃんみたいな。わかります。俺ら時間差じゃねえって。全部じゃんみたいな。あれは辛かったな。まあ、そう考えるとやっぱりきつい。キャッチャー、キャッチャーやることは多い。なんかキャッチャーなんかきついですかね。いや、3000は出なさそうですね。この先も多分なかなかね。まあ可能性あるんだったら松川だよ。ああ松川ね。1年目からやっぱり出てる、ね、松川何試合出たの結局。76試合。おお。まあ単純にな100試合で30年かかる数字だから。うんうんうん、そうですね。100試合で30年。だからまあレギュラー取って、まあ、120試合ぐらいは出るようになるでしょ。うん、そしたらまあ20何年かで可能性はある、ね。あるですね。まあ、今まで2人だけどね、俺と野村さんしかいないですね。俺と野村さんだけだから、そうだ、まあね、そうやって現役が終わってから、ベンちゃんとはゴルフのパートナーとしてね、あ最近、ちょっと2人でやってた。そうそう思ったけど、あれ場所間違えましたよ、絶対に。この間去年はその、まあ、ロマロカップっていうね、2人でこうやっていい方のスコアを選んでそのホールを終了していくっていう、まあ、あるんだけど大会が それはまあ全国大会まで2人で行ったわけですよ。で、まあ、今年も、ね、そこに全国大会行きたいっていうの でロマロカップの予選に出たんですけど、場所がね、茨城ゴルフクラブかな、うん、まあ、そこで一打足らずで予選敗退。噛み合わせ悪かったですね。悪かった。結構噛み合うんですけどね。そう、今回噛み合わずに俺がねボギーとか打ったらベンちゃんがパーバーディー取ってくれたりしてたんだけど、なんかその日は後半グタグタにベンちゃんがなって、だからあのコースはちょっと曲げたら終わりなんですよね。だって本当だったら明日本戦ですよ。そうだね、そう宮崎で決勝があるんだけど、これね、ベンちゃんは、ドラゴンズで結局何年やったんだ。ドラゴンズは、8年やりましたよ。はあ、まさかさ、はい、そんなできると思った。思ってないですよ。来た時に。思ってない。いや、それ俺も一緒なんだよ。あ、一緒ですか。俺も FA で、俺32の年に来てるんだけど、はいはい、まさか45までっていう、もうその時に全く頭の中にない。ないない。なかったじゃん。ないです、ないです。まあまず最初に、まあ、4年契約もらって、はいはい、でまあ4年やって、32から36の年、ね、36の年までだったから、まあもう 1,2 年できればいいかなっていう、その後ね。4年プラスね。そう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 、はいはい、まあある。まあ大体で、はい、だベンちゃんも来た時36の年でしょ。36の年から3年契約なんで、あ38までなんで、あまあ頑張ってその辺ぐらい、まあとりあえず3年はできるぐらいしかないです。その先は考えてないです。一番失敗したのがマンションですよね。賃貸マンションしか借りてなかったっていう。8年間賃貸マンションを払い続けたっていうね。これはね大失敗。あそう、買っとけばそうだね、売ることもできるし、俺2年目にも買ったんですね。ああ、それは一番か、いい選択ですね。それは何でかっていう、はい、ね、まあ、一番最初ドラゴンズ行って住んでたマンション、まあ、賃貸だったんだけど、はい、まあ、リビングから寝室にこう行って、ね、はい、こうパッと電気つけた瞬間に黒い物体がボサボサボサって動いたの。ボサにと思ってこうすぐ閉めて、はい、でそーっと見たらこれぐらいの雲が言ってたね、でっかい雲がいたって。すぐ知り合いに電話して、はいはい、申し訳ないんだけどちょっと雲取りに来てくれました。嫌だよって言われて。捕まえてたんですか結局。捕まえてないよ。あ、ま、どこか逃げたんだ。違うよ、そっから、はい、あ、そうだと思って掃除機を出してきて、はい、でウィーンって掃除機をこう電源入れながらそーっと入っていって、そしたらさブヨブヨってクローゼットの中入ってったわけ。こうやって掃除機でシャーッてボソボソボソって言ってよしと思って、でこの掃除機今度どうしようかな。どうしようかね。そしたらその掃除機がさ、あのゴミ、はい、ゴミをパカッとこう開けたら、はいはいはい、スッとこう、はい、袋みたいに。でもそれを家の中で開けるの嫌だったんで、もう外に持ってて掃除機を、はい、そのまんま、はい、でビニール袋で囲って囲ってね、はい、掃除機を、はい、で開けて、はい、それ捨てて、はい、一軒になってる。もうその出来事があってもうそこに住むのは嫌な。大きくても、うん、まあ、このぐらいですよね、うん、日本にいる雲って言ったらね。いやいや、まあ、500円玉強とか
いやこれね多分ね俺持ってるって俺森話はほとんどしないから誰かさんみたいにまあ名前言えば謙信とかさこれまた謙信って言われるよ。だからねこの間ね中村さんがたけしさんが、はいはい、謙信の YouTube のチャンネルでしたからね、あの謙信はまあ話持ってるだろうって言われるんですけど、はいはい、持ってないですよねって確認してた自覚ないんだ本人で、俺はその動画を見ながら、はい、いやいやちょっと持ってるでしょって言っちゃったんだけどだからまあまあマンションの話からね、マンションの話、まあ、そこが失敗なところ失敗しましたね。まあだから43歳もやるなんてまあね全く思ってないし、うん、まあ3年やれたらまあ3年契約なんでとりあえず3年できたらいいかなっていうぐらいですよ。やっぱ FA してなかなかね成功してるっていう感覚がないし、ね、やっぱ難しいですよ ね、 そ う、 ねそう考えるとまあ俺も FA で行ってたから、うん、まあまだちょっと居心地悪くなかったでしょ。でもあのまあロッカーというかチーム内にはものすごい入りやすい雰囲気を作ってくれるからね、うん、そうですね、はい、そうです、そうです。俺ロッカーでさまあ、いつも隣なのね。ベンちゃんいつもシートノックの準備に5時ぐらいから始めて、はいはい、シートノックやって、はい、シートノック行くまでもミーティング終わってものの10分ぐらいあるんだけど、うん、ベンちゃん大体ねゲームしてるの。あれ何のゲームだっけ。もうなんかゲームやってなかった。いつもガラケーのゲームでした、ね、ガラケーのゲームこんなちっちゃい画面で、ね、なんか確かにあの頃まだガラケーだった。ガラケーお前ほんとガラケーだったよねずっと。あ、iPad だ。iPad かな。もう iPad で何かやってたでしょ。ゲームしてた。うん、あ、してたかもしれないです。うん、はい。麻雀かなんか知らないけど。いや、麻雀とかもやってたよ。やってたでしょ。はい。本当ね。でシートノック終わって帰ってきて、はい、ほんの10分ぐらいもう、はい、いつもなんか iPad でゲームしてたりしてた。あれ集中力を。いや、集中力とか緊張するから。結構緊張するんですよ。あ、そうなの。だからじーっとしてるとすげえ嫌なんですよ。いろんなことを考えすぎちゃう。そうね、長く感じる。すごい試合まで、なんかそう、ああじゃないこうじゃないって考えすぎて緊張するんで、だからなるべく忘れるようにその時間だけでも何気にポンと試合入った方が気が楽なんですよ。だから試合朝起きて結構ね憂鬱なんですよ。あ、そう。だから数字との戦いじゃないですか。まあね、はあ、うん、だからいつも結局数字と戦わなきゃいけなかったから、うん、例えば4タコして数字がガクンと落ちるじゃないですか、うん、4タコすると、うん、したらすっげえ疲れるんですよ、うん、自分で、うん、でただ寝たら、まあ、リセットなんで、うん、ただまた数字との戦いじゃないですか、うん、だからすごい嫌で、だから野球のこと考えなきゃいけないんだけど、うん、その試合前とかは余計にこう余計なあの忘れたかったまあね、めっちゃリラックス感あったもん現実逃避してましたあ、まあそれね、人によってその方法論、方法はあるからありますよね。山本さんはね、貧乏ゆすりしたね。山本さんはめっちゃ貧乏ゆすりする。緊張するとすぐ、大体先発すぐ分かるんですよ。すごいよね。山本さんだけしか分かんなかったです。ああ、喋んないもんね。チエさんは分かってたか。まあ俺はね、ピッチャーはね、うん、野手は教えてくれないんですよね。あ、ピッチャーが誰か、要するに予告じゃない時はね、うん、今日誰だ、誰投げんのってね、味方も知らなかったじゃないですか、うん、多かったね、多かったですよね、当時はね。山本さんの時だけは分かるっていうねそうなんだよ。いつも大体ね、もうずっとこうやって座ってね、もうめっちゃ考え込んでますよね。もうこうだよ、そう、あんなよく早く動くなっていうぐらい、うん、だけど何もしてないですよね。うん、もうずーっとこうしましたよね。ぼーっとしてる。ぼーっとしましたね。で先発じゃない時は、まあ、大体漫画読んでるか喋ってるか、喋ってるかだよね。喋るの好きですよね、うん、人それぞれ。そうそうそう、過ごし方があるよね、はい、あれね、面白いです、うん、あとだってどっかに置物をね、幸運のなんとかって置物置いてる人もいるしいろいろなやついますよね。いるね、本当に。でベンちゃんね、結構あれロッカー綺麗だったよね。僕西武の時めっちゃ汚かなかったんですよ、うん、で嫁さんがすごい綺麗好きで、おうおうおう、すっごいうるさくていつの間にか洗脳されて、だん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 汚いのが嫌になってきたんです。ひどいの誰かいましたっけ。ひどいの、あ、ね、ただ結構うるさく言われてたんですよね。そうだよ、しげさんは綺麗にしろ綺麗にしろって言ってたから、ロッカー、ね、汚いのダメだって言ってて、うん、まあまあ綺麗にみんなしてくれてた、ね、整理整頓はしとけよみたいな感じでみんな言ってましたよね。そうそうそう、西口が汚いですね。セーブ。ああ、なんかわかるな。わかります。わかる。あいつはね、本当に面白い。西口と同い年だからね。同級生。仲いいのよ、これ。
そうなんですよ。遠征バッグっていうかさ、球場に持っていくバッグあんじゃん、はい、あん中も多分汚いでしょ。いやー、わかんないけど多分そんな感じ で気にしない。まあ、アンダーシャツもこうなんかぐちゃぐちゃに入って、はいこれみたいな、引っ張り出すみたいなね。大体適当、本当に、ね、気にしない、本当にいろんなこと。いいよね、ああいうのね。いや、あれはある意味、あの性格はね、ああいう性格、あれはあれで、ピッチャーってやっぱだから独特ですよね、うん、それ本当に、ね、野手の方がまだなんか社交的というか、なんかそうじゃないですか、かもしれない。ピッチャーってこもるじゃないですか、ね、世界に、うん、でも逆にさ、ピッチャーから見ると野手はちょっとこう、なんていうの、変わってるって、変わってるっていうか、ちょっと違う、なんか違うんじゃない、うん、と思うよ。だ、一緒にならないですもんね、なかなか。ならない、あんまりならない。例えば食事行くとしても、うん、ピッチャーと一緒に行くこともないし、あんまりないよね、あれ。野手、大体野手ですよね。そう、まあ、俺はまあたまにはさ、やっぱり一応バッテリーだから、あ、まあ、たまにはあったけど、はいはいはい、でも基本ピッチャーピッチャーでなんか行きたがるから、みんなね。今年の夏に俺の夏休みっていうんで、江ノ島に行って、バーベキュー、バーベキューやったで、そこで来年は、はい、ベンちゃんにここにね、釣り竿を持ってきてもらって、はい、江ノ島で、あのそこの見えるとこ、海が見えるところでバーベキューやったから、来年の俺の夏休みはね、あ、ベンちゃん、ベンちゃん、じゃあベンちゃんあそこで泳がそう釣りしてもらって、ベンちゃんに釣ってもらって、その魚をここで焼いて食べようっていうね、そういう話をしてたの。いい、ね、で、まあ、俺もさ、趣味っていうと、まあ、今ゴルフしかないわけじゃん、はいはいはい、まあ、あと夏になったらサーフィン、まあ、サーフィンで思い出したけど、ベンとさ、まあ、ハワイで 2,3 回やったよね。サーフィンとサップもやったねサップね。で、ベンすごいんだよ、ほんとね、恐れ知らずというか、ガンガン行くから、どっこでも。あれ、何、怖くないの、あれ、最初。怖さはないんですけど、悔しさの方が大きいですね乗れない悔しさ全く乗れないですね、あれね、最初ね、最初いや、本当に結構みんなサーファーの人って、こう波待ってる時に何気にボードでこうやって押しポンちょこんと座ってるじゃないですか。あのバランス、あれを見てるたら、なんかコントロールされるのかと思ったら、分かります、ちょっと波来たらひっくり返ってるみたいな、あれさえも難しくて。パドリングでしたっけ、パドルしても全然スピード出ないし、10分ぐらいパドルしたらもう手上がってこないじゃないもうきつくてだね。ハワイの時ちょっと沖まで出たからね、沖まで出て、でスピード出そうと思っても出ないんです、もうきつくてこんなサーフィンきついのっていう悔しさの方が大きかったですね。でも、もう乗った時のベンチャーのあの満面の笑みは今でも覚えてるよ。気持ちいいよね、あれね、気持ちいい。あれさ、やっぱハワイなんかさ、まあ、ポイントによってはね、俺はまあ初心者のところしか行かないから、はいはい、できますね、あれなんだけど、あれでもちゃんと後ろからちゃんと波を押してくれるもんね。気持ちいい。ノーシュアとか見学に行くじゃないですか。あれかっこいいですよね。いや、あれをみんな見学いるじゃないですか。いるあれ終わってさーって行くじゃないですか。あのパドルでバタバタしたらかっこ悪いですよね。無理よ。俺試合見に行ったことあるんだけど、ノースに。で、俺がちょうど行った時はそのでかすぎて、あ、波がね、そう、波で、あの風も強すぎて中止になったの、はい、その競技が、はいはい、でもやっぱり選手ってその中に突っ込んでって練習するわけよ。へえ、嘘でしょみたいな。いや、本当恐ろしい。この中に突っ込んでいくのみたいな。わかる。で、突っ込んでって、はい、巻かれないんだよね、あの人たちって。もうちゃんと出てってヒューってくるのよ。すごいな、あの人たちは。プレゼント持ってきましたよさ釣りでしょ。そうね、そう、そこから今度はね、 YouTube でね、俺の YouTube でベンちゃんを釣り、それお前ベンちゃん乗ってるやつ、乗ってますよ、もちろんめっちゃ乗ってますよ。で、まあ来年こそは、うん、よし、ベンちゃんとじゃ釣り行ってこれ YouTube 撮ろうかっていう話をみんなしてたわけ。ああ、そうなんですかこれ釣り人だよ、釣り人ベンちゃん出てる、これね。ベンは基本、そのこれ何釣りっていう、これ磯釣りです、磯。基本磯釣りなの。磯釣り、こういう感じでねこういう感じに、ちゃんと真面目にこういう感じに、こういう石台がこう、かっこいいでしょ。すげえな。これで何センチ石台。これは55センチぐらいです。
でかくない55センチ。これちょっとアピール。石田。そうそうそう。55センチだったらこんなもんですよ。でかいよね。でかいです、でかいです。こういうのを釣りに行くんですよ。これ一応野球も紹介したい。そうなんですよ。いや今この前言ったこれの YouTube が今やってますから、ね、うんうん、あ、ぜひね、そちらもちょっと見て、ベンちゃんのそれを見て勉強してください。いやいや本当に絶対行かないでしょ。いや俺言ったの、ベンちゃんが多分道具もね、はい、竿もそのまあ、全部用意してくれるんじゃん。ああ絶対用意してくれるでしょ。用意する、あるから、うん、ルアーで釣んの。ルアーもあります。いやいやいや、僕がやってるのは餌釣りなんですけど、ああ、まあ、だけど例えばルアー釣りがしたいったらルアー釣りもいいし。ああ、それもやんの、ルアー釣りも。あんまりやらないけど、やれたらやります。ああ、好きなのは違う、磯釣り、餌釣りですけど、バーベキューやってやる、ね、スペースがあればね、そうそうそう、簡単に釣れる釣り方っていうか、その大きな釣れないですけど、小さいの釣りに行くとか、そういうのもできますよね。そうそうそう。いやだからね、そういうのをやろうっていう企画を練ろうと思ったんだよね。そしたらまあね、今回さ、コーチになりましたよ。そうですね。これにもいろいろいきさつがあるんだけど、まあでも受けた以上はね、そうです、立浪監督のね力になって選手をどう育て上げていくね、打てるようにしていくかっていうところが、はい、まあ、ベンちゃんこれから大変ですけど、はい、めっちゃ沈んでんじゃん。沈んでないですよ。めっちゃ声が真面目、声が真面目になったけど、いやいやいや、道は長いなと思って。まあ簡単じゃないですもんね。もちろんコーチが変わったからって上達するわけじゃないし、うん、まあ、自分たちもそうですけど、そのなんだろう、1から10まで教えてもらって自分たち上達してないじゃないですか。まあね、きっかけとかがあって、そうだから、ね、そうなんだよ。だからまあ俺らもさ、まあ、ベンもそうだと思うんだけど、うん、あるコーチの何か一つのポイントがきっかけになったっていう、それもあると思うんだよね。いや結構あります。それはあります。そういうのがきっかけで、だから10あったら、10じゃなくて10の中の 1,2,3 ぐらいのきっかけっていうのを、それがものすごい必要だと思うんだよね。そうです、うん、最初のスタートですよね。そこをね、ここがポンっていけば自分で考えられるようになったりね、いろいろどうしようああしようっていうものがあるんで、ね、まあ、よくね、コーチの責任だとか、まあ、うんうん、確かにそれもゼロじゃないとは思うんだけど、うんうん、でも最終的にはその自分が、あ、これだと思うものを自分がどうやっていくかなんだよね、プロって。見つけられるかどうかですよね。 それをね、継続してちゃんと自分で作り上げていくことができるかがやっぱプロで、はい、その最終的に結果を残した人だと思うんで、そこの気づきっていうところをね、ベンちゃんには、まあ、選手ここで、まあ、これもまた見ていかなきゃわからないしね、はい、継続できるかですね、それをね、一番は、うん、やっぱりいっぱいあるから、うんうん、やりたいことがない、要するに選手もいっぱいあるわけじゃないですか、まあね、で、まあ、僕らのゴルフみたいなもんじゃないですか、うん、あ、これいいなって言ったらそれやるし、わかります、ね、ないですか。いや、ありだと思う、それはありだと思う。やってみないと、あ、なるほど、そのいい悪いっていうのがわからないわけじゃん。あ、そういうね、そうゴルフで例えるとさ、まあ、いろんな打ち方をしてて、はいはいはい、これいいな、うん、でもこっちの打ち方もしてみよう、うんうん、あ、これはいらないなって、うんうん、まあ、それが自分 なんていうの、形になっていくわけだよ、はいはいはい、遠回りになる可能性もあるけど、うん、それも俺は必要だと思うんだよね。軸にある一個を やり続けることも大事じゃないですか、うんうんうん、それをしっかりやって、これもなくなってこっち、あっちがダメな、それはダメ、それはダメ、そうです、そうです、そこなんですよ。そうだからやっぱそこが多いのかなと思うんですよ、ね、あ、そうだね、なんか自分がないっていう、まあ、はい、この、ね、軸、ね、軸が、まあ、まだ細いのに違うのをくっつけて、うんうんうん、そうそう、ふら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 、結局何がやりたいんだみたいな ね、 そうだよね、それが一番ダメかなと思ってて、初っ端にね、ほんとでっかい軸ができたら、うん、何が来てもそのなんていうの、その軸がぶれないっていう、はいはい、まあ、そういう表現で言うとね、だからやっぱレギュラー取った選手ってみんな持ってるじゃないですか、うんうん、自分のものを。そうだね、はい、ただそれがあるかないかだと思うんで、これそれを気づかせてくれるベンちゃんですよ。いやいや、どうなることか、コミュニケーションも取っていかなきゃいけないだろうし、うんうん、選手と ね、 そうですね。じゃああれだね、いけないね、
釣り。そうなんですよ。8月呼ぼうか。いやいや、来年俺の冬休みにしてもらう。一人冬に釣り行ったらね。ああ、そうだね。そうそうそう。だからまあベンちゃんがもう次の年も、うん、ね、コーチ継続するっていう風になったら、はい、俺の冬休みでベンちゃんと冬の魚を釣って、あ、いいですね。炭火で焼いて食べる。あ、いいですね。とか。これまた俺今思いついた、今浮かんだ、え、視聴者と一緒に釣りをして、大会、いや大会開ければいいでしょ、視聴者と一緒に釣りをして、え、釣れたやつを焼いてみんなで食べて、最高ですよ。手段は選ばないと、うん、大会一番大きいの釣った人が優勝とかね、そう、なんかだから商品を、ね、商品出せばね、そう、なんか俺とベンのなんか連名のそうそうそうとかね、なんかユニフォームとかさ、うん、もう1個しかないよっていうやつ。お、これ、まあ、ちょっと1年後ぐらいだけど、あ、いいですね。温めましょうか、企画を、ね、温めよう、これこれちょっと企画しよう、はい、これこう練って練ってね、なんかね、いやいや、それはあのアドバイスしてくれる人いっぱいいますからね、はい、お、その辺はその道のプロがいっぱいいますから、じゃあこれベンちゃんもう決まりだよ、はい、それして、ちゃんと企画は安全に、まあね、俺もその時に YouTube やってたよね、俺も、犬、うん、も来てるかもね、自分がね、来年ね秋のキャンプからでしょ。秋のキャンプです、はい、応援してますよ、はい、あれベンちゃんユニフォーム脱いで7年です。俺が6年だね、1年半年多めユニフォーム着てるから、ベンちゃんも50歳になりましたからね、はい、まあ老体に夢中って頑張ってみる、頑張ります、はい、いや、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。